こんばんは、水吉です。本日はですね、北朝鮮関連のニュースをお伝えします。こちらタイトルが北朝鮮制裁解除、拉致問題で決断、整合性取れぬ懸念もということで、こちら毎日新聞の記事なんですけども、いや本当その整合性取れないっていうのは本当そういうふうに思いますね。で、まあ何がまあ整合性取れないかと言いますとですね、一応制裁っていうのはですね、北朝鮮の核実験やですね、弾道ミサイルの発射を理由に発動しておりっていうことですので、まあ、これはちょっと整合性取れない。一応、政府内でも不安視している声があるらしいですね。で、一応この、まあ、どういうふうなものですね、制裁解除されたのかというのはですね、一応この、閣議では全面禁止していた北朝鮮船舶の入港について、医薬品や食料品の輸送など、人道目的に限り解除を決定ということですね。で、合わせて、北朝鮮籍者や、当局職員の入国禁止、北朝鮮への日本人の渡航自粛など人的往来の制限、北朝鮮への10万円を超える現金の持ち出しの届け出義務と、300万円超えの、送金の報告義務の制限も政令改正などで解除したということですね。で、一応の北朝鮮がまあ重視しているですね、いわゆる、貨客船マンギョンボン号ですね、バン警報と書いてマンギョンボン号でややこしい名前なんですけども、こちらの、入港禁止と北朝鮮との輸出入禁止などの制裁は継続するということで、一応マンギョンボン号の今動きなんですけども、北朝鮮のなんか港で停泊してるらしいですね。まあ、いつでもその、日本へ行けるように準備をしてるんじゃないかなと思いますね。であと、一方その北朝鮮内でもですね、この日本の制裁解除をまあ歓迎してですね、やはりまあ北朝鮮の人たちは、ちょっと期待してるらしいですね。そういうまあちょっと、ニュースを見ました。で、あとまあこの、まあ拉致問題のですね、被害者家族会の飯塚さんはですね、まあ、ちょっとこの、制裁解除についてですね、北朝鮮は今までにない体制で調査をすると約束した、行動対行動の原則に従って対応していくことを決定したと述べ、拉致問題を、進展させるために決断したと強調したということですね。で、一方その拉致被害者の方とか、特定失踪者の団体の方とかはちょっとこの批判してましたよね。制裁解除早すぎるんじゃないかと。私個人もそう思いますね。やっぱ制裁解除、なぜ思うかというとですね、安倍政権をまあ単に批判するだけではなくですね、その朝鮮人っていうのは、まあ、やはり皆さんご存知の通り信用できない民族ですからね。何でもその、自分の思い通りになればいいにだ、ウェッハッハッハとか言ってやってるわけですからね、朝鮮人っていうのは。ですから、まあ、日本人はもう真面目すぎてですね、人が良くて、いつもまあ朝鮮人に騙されてるっていうのがまあ現状なわけですよね。ですからこういう制裁解除とかはやはり慎重にした方がいいですよね。ですからちょっとまあ、安倍さんの判断というのはちょっと早かったんじゃないかなと思います。はい。まあ、マンギョンボン号とか本当来てほしくなくて、一応その、ちょっと戻しますけども、一応8月、北朝鮮は早ければですね、8月末にも、最初の調査結果を出すと見られって書いてますんで、まあ8月末ですよね。8月末の結果を見て、その何もわけのわからんその調査結果を出したら、もしくは、今までと同じような感じで、みんな死亡とかふざけたことを抜かすようであればですね、制裁解除はもうと、凍結して、さらなる、経済制裁を持ってにしていただきたいと思います。本日は以上です。どうもありがとうございました。